文久3年春、俺は大阪のとある宿に泊まり込んじゃった。寒い。暦の上ではもう春やちゅうに、今日はこじゃんち寒いにゃ。宿の人が貸してくれた火鉢に当たりながら、俺はそんなことをつぶやく。こっちの人間の話やと、近頃は十分ぬくうなって春めいてきたらしいけんど、土佐で生まれ育った俺にとってはまだまだ冬と変わらんき、早いところぬくうなってほしいんだよ。そんなことを思いよったら、襖の向こうから足音が近づいてくる。宿の仲居さんが部屋の掃除にでも来たろう。ほんなら邪魔にならんよう外に出た方がいいか。そんなことを思った時だった。襖が勢いよく開き、誰かが部屋へと飛び込んでくる。龍馬の兄貴、どういたがぜよ。せっかくえい天気やっちゅうに宿らに閉じこもって。部屋に入るやいなや、堂々とした調子で言うたその男は、おま亀やた、来るがやったら一言連絡ばしいや。そんなが大そいき、俺と兄貴の仲やいか。亀やたはそう言うて、畳の上にドカッと腰を下ろす。こいつの名は望月亀山。俺と同郷の土佐の生まれで、竹地さん率いる土佐勤王党にも参加し中。まあ俺にとったら弟分みたいなもんよ。あ、けんど兄貴が女を連れ込んじゅうところに割り込んでしもうたら、さすがに悪いろうか。何を言いゆうがな。今の俺に女を作る暇らあるとでも思う中がか。呆れ半分に切り返したけんど、亀屋田はなおも言う。兄貴、女にモテる気にゃ。土佐におった頃から言い寄ってくる女はこじゃんとおったし、俺と何が違うがやろうか。俺も見た目はそう悪うないと思うけんど。亀屋田は納得できん様子でしきりに首をひねり、ま、若い男が考えることはこんなもんやと思うけど。おま、そんな話をするためにわざわざ来たがか。おいたら亀屋田は思い出したように、いや違うき、手紙を預かってきたがやった。手紙？誰からぜよ。そう尋ねると亀屋田はからかうような笑みを浮かべる。そりゃ決まっちゅうろ、新町の芸妓さんやき、兄貴のなじみの。そんながおらんちいいゆろ。ほんまは誰ながな。亀屋田は気はええやつやけど、調子に乗りやすいところと悪ふざけが過ぎるところがたまに気づいてね。ち、つまらんにゃ。ちょっとば乗ってくれたちいいに。言いながら亀屋田は懐から一通の手紙を取り出した。受け取った手紙の差出人を確かめると、のこりゃ勝先生からの手紙やいか。それやったら早う言うてくれや。勝先生いうがは俺の師匠みたいな人で、土佐や江戸のことしか知らんかった俺に、広い世界や今の時代の流れを教えてくれた。勝先生の教えに感銘を受けた俺は、その手伝いをしたいちずっと思いよって、今こうして大阪におるがも先生の考えを現実のものにするためやった。いわばこの手紙は俺がずっと待ち続けちょった手紙やき。俺はもどかしい思いで手紙を開け読み進める。
手紙に書かれちゅう内容に釘付けになって、まばたきする暇すら惜しいほどやった。ほんで読み終えた瞬間、さすが勝先生やき、日本が文明国になる第一歩をようやく踏み出せるぜよ。俺は拳を握りしめ、そう叫んじょった。今すぐ走り出したいば胸が踊っちょった。片原で俺の様子を見よった神谷は驚いた様子で、なんぜよ、その手紙に何が書いちょったがな。俺は神谷を見やりながらこう叫ぶ。動かせるようになるがよ、黒船を。俺ら日本人の手で。え？ああ、こうしちゃおれん。行くぜよ、亀畑。そのまま宿を飛び出した。待ってや、兄貴。落ち着けって。勝先生からの手紙を読んで、じっとしておれんようになり、夢中で向こうた先は、船がたくさん止まっちゅう港やった。海のそばで生まれ育ったせいか、波の音を聞くと、やっぱり落ち着く。ほんで、さっきの手紙、なんて書いちゃったが？黒船を動かせるようになるとか言いよったけんど。勝先生が前々から言いよった、海軍総連所っちゅうがが神戸にできるがやって。海軍総連所。さっきの俺の説明が要領をえんかったせいか、亀畑はいまいち事情を理解できずにおるらしい。黒船の動かし方を勉強するところやぎ、そこで学んだら俺ら日本人も黒船を動かせるようになる。イギリス人やアメリカ人みたいに。にゃ、ここまで説明して亀畑もようやく理解できたらしい。それはすごいやいか。日本を西洋みたいな強い国にできるちことかい。あ、その通りよ。世界のどの国からも喧嘩を売られんような強い国に生まれ変わらせることができるぜよ。よっしゃー。亀畑は拳を握りしめ、嬉しさを抑えきれん様子で飛び上がった。俺も亀畑と同じ気持ちやったけど、こんな風に素直に喜びを表してくれると俺まで嬉しゅうなる。それいつできるが？俺待ちきれんき。ああ、手紙にはこの春としか書いちゃあせんにゃ。もうすぐやき、楽しみに待つことにするぜよ。待ちきれんにゃ。潮の匂いがする風を吸い込んだ後、亀畑は無邪気な瞳をこっちへと向けてきた。その総連所っちゅうところにはもちろん竹地先生や伊蔵、中岡さんらも呼ぶがやろ。素直なその問いにどう答えるか俺は一瞬迷うが、そうやにゃ、竹地さんや伊蔵、中岡は同じ土佐勤王党の仲間やけ、もちろん総連所に来てくれたら何よりやと俺も思う中堅の。竹地さんらが俺らの考えに賛同してくれればええがやけんど、そんな不安がつい口をついて出てしまう。俺は日本を通用するためやったら、幕府やろうが何やろうが利用するべきやと考え中堅の。竹地さんはその前に西洋と癒着し中開国派の連中を排除するべきやと考え中みたいだし、伊蔵はそんな竹地さんの命令で開国派の人間を切り討ちに噂せよ。長岡も俺のやり方はぬるい辞書っちゅう言いよし、そんなあいつらが俺の言葉を聞いてくれるかどうか。そんなことが頭の中を駆け巡り、すぐに返事をできずに持ったら、兄貴どういたが？似合いもせん真剣な顔らして。似合いもせんらで
ずいぶんな言い草やにゃ。俺ば真面目な男らなかなかおらんちゅうに。それやったらいっつもみたいに余裕しゃくしゃくな態度でおってや。俺ら兄貴のそういう態度に勇気づけられゆうところがあるがやき。その髪型の言葉は不意打ちみたいに感じる。勇気づけられる、俺に来い。ああそうぜよ。亀跡は何の躊躇もなくうなずいた。そうか。こいつの言葉を聞いた瞬間、胸の中にあった迷いがすっきりと晴れた気がした。そうやにゃ。今からあれこれ思い悩んだちしょうがないき。それでこそ兄貴ぜよ。剣術修行で江戸におった頃、浦賀で見たペルリの黒船を思い出す。あの黒船は見たこともないような大きさと勇猛さで、こんなもん作れる西洋人中がはどんな連中やろうち思うたもんぜよ。けんどその後に出会うた勝先生や川田少良先生、今まで出会うた多くのヒトラーが教えてくれた。日本人も西洋人も頭の中身は変わらん。いつか必ず俺ら日本人の手で黒船を操船できるようになるち、その夢がようやく叶う時が来たがぜよ。俺はにゃ、いつか絶対に自分の船を手に入れて、その黒船を使うて世界中で商売しちゃるき。ほんで世界一の大金持ちになっちゃら。その言葉に亀屋田はさすがに呆然とした様子やった。兄貴大きゅう出たにゃ。世界一の大金持ちち。どうせ見るがやったら大きい夢の方がええろが。亀屋田の手前こう言いはしたもんの、実際俺は途方もない夢やとは思うちゃせん。だってよ、ペルリの船を初めて見たときは、日本人が黒船を操船したり作ったりするらって無理やち、本気で思っちゃったもんね。けど無理やなかった。日本人と西洋人の間にそんなに大きな違いらってないがやろ。それやったら俺が世界一の金持ちになるらて難しい夢でもなんでもないき。まあけど金持ちになるだけやったらいかん。これからは海の向こうと商売するだけやないき。対等に商売ができる国づくりをせんといかん。これから忙しゅうなるぜよ。俺らの目の前にはたくさんの困難が立ちはだかっちゅうけど、それでも夢に向かう大きな一歩を踏み出すことができた。この日本を選択するち、こじゃんと大きな夢のにゃ。